皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。バドミントンの男子シングルスで、東京五輪代表の桃田賢斗選手は、パリ五輪選考大会を勝ち抜くことができず、4月末までの選考レース終了を前に五輪出場への望みがなくなったという状況のようです。昨年5月から始まったパリ選考レースには、腰痛の影響で欠場が相次ぎ出遅れました。しかし、昨年11月のワールドツアーで2年ぶりに優勝すると、12月の全日本総合選手権でも2連覇し、復調の兆しを見せていたところでした。桃田賢斗選手は、12月の全日本総合では、五輪は厳しい部分もあると現実を受け止め、前向きに視野を広げて臨んでいきたいと巻き返しを誓っていました。しかしその後はポイントを伸ばすことができず、現時点で日本人6番手となっていました。桃田賢斗選手は金メダル候補として臨んだ東京五輪で1次リーグで敗退していました。一応パリ五輪の各種目の出場権争いは4月下旬に決着することになっています。男子シングルスの桃田賢斗選手は2021年11月まで121週連続でトップに君臨していた世界ランキングで38位にまで落ちていました。パリ五輪出場権を争うレースで大きく遅れを取っていたのです。パリへの道は限りなく険しいと見ていました。男子シングルスで2018-2019年世界選手権2連覇の桃田賢斗選手は、五輪レースで日本勢6番手の48位、早ければ来月中にも五輪出場が消滅する苦境にいましたが、2度目の五輪出場へ、パリは厳しいけどすごく出たい気持ちが強い、ただ出られなくても僕のバドミントン人生が終わるわけではない、出られる限り全試合にトライしたいと不屈の精神を覗かせていました。前述の通り、金メダル候補として臨んだ東京五輪は1次リーグで敗退しました。再起を期した翌2022年8月の東京開催の世界選手権直後のジャパンオープン大阪でも振るわず、もういいかなと思ったと引退が頭をよぎったそうです。その後、身の振り方を考えようと自分探しの旅に出たと言います。香川の実家に帰り、何気なく中学時代の試合の映像を見たそうです。その中には無心にシャトルを追い、競技を楽しむ自分がいたと言います。諦めずにどんな球にも食らいついている、忘れていたものがあったと原点を再確認しました。再び五輪を目指す決意を固めたと言います。試合のたびに感極まりそうになるほどの気持ちの高ぶりや緊張感は五輪と他の大会とは違う、もう一回あのコートに立ってプレーしたいと桃田賢斗選手、伝統の全英 OP を含む欧州転戦が正念場となっていました。パリ五輪への道を簡単に説明すると次の通りです。2023年5月1日から2024年4月28日までの国際大会で得たポイントによるランキングで出場枠が振り分けられるそうです。シングルスは16位までに2人が入れば国地域別最大の2枠を獲得、ダブルスは8位までに2組いれば2枠となるといいます。五輪代表選考は同時期1位の西本健太選手が2番手で、20位の渡辺幸樹選手、25位の常山幹太選手、31位の大林拓磨選手と続き、桃田選手は6番手の48位に甘んじていました。桃田賢斗選手は自身の不祥事で2016年リオデジャネイロ五輪出場を逃しましたが、処分明けに2018年から2年連続で世界選手権を制覇するなど世界ランク1位まで上り詰め、2020年1月には遠征先のマレーシアで交通事故に遭い、右手眼下低骨折などの大怪我を負っていました。ここで桃田賢斗さんのプロフィールを簡単に見ておきましょう。桃田賢斗さんは1994年9月1日生まれ、香川美濃町の出身です。2012年世界ジュニア選手権で優勝しました。福島富岡校を経て2013年 NTT 東日本に入社しました。2015年世界選手権銅メダル、リオ五輪前の2016年4月に違法賭博問題で出場停止処分を受け、2017年5月に復帰しました。2018-2019年世界選手権2連覇、2021年東京五輪は1次リーグ敗退となっていました。途中海外での交通事故に見舞われてから
徐々に運に見放されていくことがあったようです。名前の由来はアメリカのコミックスーパーマンの主人公クラーク・ケントで、世界で一番強い人になるようにと名付けられたそうです。水戸吉立キツ小学校1年生の時、姉が所属していた水戸ジュニアのコーチに誘われたのをきっかけにバドミントンを始めました。6年生の時に全国小学生選手権シングルスで優勝します。第5回日本バドミントンジュニアグランプリで香川県チームの一員として団体で優勝しました。福島県富岡町立富岡第一中学校3年生時の2009年、全国中学校バドミントン大会で優勝します。全日本ジュニアバドミントン選手権大会でベスト4に入り、男子選手としては史上初めて中学生で全日本総合選手権の予選に出場した過去があります。男子バドミントン選手で東京オリンピックの日本代表だった桃田賢斗選手、過去にはカジノ騒動や、同じく女子バドミントン選手で東京オリンピックの日本代表の福島由紀選手との関係が話題になりました。そんな桃田賢斗選手と福島由紀選手の関係は現在どうなったのでしょうか。そこでここからは桃田賢斗選手と福島由紀選手の気になる関係性について詳しく調査していこうと思います。桃田賢斗選手と福島由紀選手の関係が噂されるようになったのは2018年のことでした。日本代表合宿の際、早朝にドーピングの抜き打ち検査が行われたものの、福島由紀選手は自室ではなく桃田賢斗選手の部屋にいたことが週刊誌に報じられて噂になりました。日本協会は部外者の出入りはもちろん、異性の部屋がある階に立ち入ることを禁止していることから、2人は厳重注意処分を受けたそうです。桃田賢斗選手はこのことについて次のように述べています。軽率な行動で周りの方にまた迷惑をかけてしまった、反省して生活行動に気をつけていきたいとしています。しかし福島由紀選手は特にコメントを発表されていません。また2人がなぜ同じ部屋にいたのか明かしていなかったため、交際しているのではないかという噂が広まったようです。しかし桃田賢斗選手は交際が噂された後、2020年に自身の SNS で彼女はいないと発言されたようです。また同時に結婚願望はあるものの、相手がいないとも答えられたそうです。福島由紀選手とは同室にいたという報道があった以外で交際が続いているといった情報はないので、もし交際が本当であれば関係は終わってしまったということになるでしょう。関係者の話では、どうも協会主導で強制破局させられたようで、容姿端麗な福島選手と天才肌の桃田選手のビッグカップル誕生は消えてしまったと当時報じられていました。ネット上では福島由紀さんと桃田賢斗さんのネックレスがお揃いで交際を匂わせていると話題になっていました。しかし福島由紀選手がつけられているのはファイテンラクアネックメタックスミラーボールというもので、筋肉の回復を早めたり緊張を緩和してくれたりすることから多数のスポーツ選手が身につけているもののようです。また桃田賢斗選手がつけられているのはファイテン炭化チタンチェーンネックレスというネックレスで、こちらも多くのアスリートから絶大な人気誇る純チタンネックレスだそうです。桃田賢斗選手と福島由紀選手のネックレスはメーカーは同じようですが商品は違うようです。ちなみに福島由紀選手の好きなタイプは公言されていませんが、3代目 JSOUL BROTHERS の今市隆二さんが好きなのだそうです。福島由紀選手はいかつくて男らしい少しやんちゃな男性が好みのようです。桃田賢斗選手と福島由紀選手の結婚はあり得るのでしょうか。一度は大きなニュースになってしまいましたから、その後すぐどうこうというのは難しいと思いますが、報道からある程度時間も経ちましたし、2人の選手としての成績や立場も安定してきているのではないでしょうか。2024年3月現在、桃田賢斗選手は29歳で、福島由紀選手は30歳です。そろそろ結婚も、という年齢に差し掛かっているようにも思えます。今後、もしかしたらビッグニュースが再び世間を賑わせる可能性もなきにしもあらずかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は、過去に熱愛が噂されていた桃田賢斗選手と福島由紀選手の関係について調査してきました。また、パリ五輪代表を逃してしまったニュースも一緒に取り上げました。調べてみたところ、2人の関係は協会主導のもと、強制破局になってしまったと言われています。現在2人の関係がどうなっているのかは不明なため、もしかすると今後ビッグニュースが入ってくるかもしれません。好
キャンダルの多い桃田賢斗選手ですが、バドミントン選手としての腕前は本当に素晴らしいものです。交通事故で怪我をしてしまいましたが、若干の後遺症があるとの報道もあります。不運続きの桃田賢斗選手が3度目の正直と称してパリオリンピックでの雄姿を見られることを期待しましたが、残念ながら叶いませんでした。今度も素晴らしい試合が見られることを願っています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。